快な思いをされて、この大会には協力ができないというボランティアの方が390人ほどの方が辞退をされたということは、非常に重たいことであるというふうに私は思います。ボランティアはアルバイトではないので、参加したい、協力したいという気持ち一つで手を挙げて8万人の人たちが参加しますと言ってくれているわけです。決してボランティアの方々はお金のかからない駒使いではないわけです。ですから、そういう人たちの賛同を得られない運営というのは全く容認できないものでありますし、私もそれに反対して辞退したというわけです。昨日の JOC 評議会での発言につきましては、オリンピック・パラリンピックの精神に反する不適切な表現であったと、このように認識をいたしております。そのために、まず深く反省をしております。日本社会のどこにでもある企業とかこうピラミッド体制がある中での上の人たちが言った、ちょっと時代遅れじゃないっていう発言を、みんながいや、それは今はちょっと時代遅れですって言えないところに問題があると思っていて、なんかいや、その発言は時代遅れですよっていうのを、まあ、その周りの人たちがちゃんと伝えてあげられるようにするっていうところが、まあ、今回この、まあ、署名だったりとかこの案件をきっかけにもうちょっと変わっていくといいなというふうに思っています。